まずガソリンにはダメだな。ガソリン。はい、まあとりあえず GitHub G3 のこれ返品する対象商品の、うん、ラスト取りということでね、今使っております。これは192ルーム192、これは信号無視完全の、ああいうやつがおるからね、その前に仮に車だろうがバイクだろうが止まっとるとね、おかまされるんですよ。もうおかまとかそんなもんかなわねえよ。なったらさあ行こう、バーッ横からその信号無視ピューッていったらもうおだぶつですよ。絶対あかんよ。はや、まあ青になったからといっていきなし出発、慌てて出発するんじゃなくて、右見て左見てね、確実横切るアホがおらんかどうかいうのね、はい、確認された方がいいと思います。はい、高槻市役所前ですね。うん、ここもこの前のね、高槻、この大阪北部の震度6弱ですよね。うん、パッと見こういう公共の施設とかはね、こういった建築基準にちゃんと従った建物、特にこの公共のやつはもう完全に強固なもんだからね、まあなんともないんでしょうけど、普通の一般家庭、うん、家、うん、まあ昭和のあのそのなんちゅうの建築基準法が変わる前の、うん、あれで建てられた民家のね、そういったどれぐらいの規模かわからないけど、やっぱり、うん、私の時と一緒やね、あのその実家の方ね、伊丹市の方でもやっぱり瓦屋根、ね、平屋建てやのに、てっぺんが剥げてしまってね、瓦がずれて剥げてね、うん、家が北と南で床が3センチぐらい、うん、勾配がついてしまってね、ビー玉が平気で転がるというね、うん、だから地盤がね結局歪んでるわけなんですよね。だから高槻も今回ほんま23、4年ぶり、もうだからここの震度6弱ははっきり言って23、4年前の阪神淡路大震災の私の伊丹市もその、まあ、伊丹市なんですけども、揺れ規模マグニチュードと変わらないよということでね、まだね、まあ、ここ断水中のところとまだねなんかあるんですけども、まあ、亡くなられた方もですね、お悔やみ申し上げます。被災された方にも、頑張ってくださいとしか言いようがないです。はい、高槻市は城北町の八丁縄手ですね。八丁縄手。またそのまま国道171号線京都方面に向かっております。信号無視多いよね、はっきり言って。GitHub G3、モバイルバッテリー給電開始よりまだ30分も経ってません。とりあえず2時間ですね。2時間過ぎてからの、10分ファイル生成に設定しておるんですけども、それが結果的には、15個目ぐらいのファイルのあたりで、パソコンで、まあ、大きい画面で再生させると、もう何このブレっていうような、もう手で持っている以上にひどいよねっていう状態。はい、あ、だからディーゼルエンジンの、ま、上にポーンと置いたような感覚、その揺れ、
何まあ、はじめね、GoPro にしようか、それともソニーの、まあ、僕 4K 別に撮る必要ないな、思ってね。で、AS300? あね、これね。何の話をしておりましたっけ？え、何の話をしておりました？うん、考えれば考えるほど。わからんようになってきたですよね。あんまり考えん方がいいわな。まずはガソリンスタンド、セルフスタンドをちょっと探さないとダメだね。もうちょっと先行くと大山崎やね、サントリーマッサンで有名になってね、大山崎のサントリー、白州とかね。まあ響きは花から僕ちょっとそんな高級なやつ用かはないのでね。まあそれでも白州でも高いよね。12年とか12年以上14年、うん、うん、で2年1年前には息子がね、誕生日プレゼントでお父さん言うて白州のね、まあちっちゃい瓶だけどね、うん、それは買ってきてくれてね。私はちょっとあの目的があるので、目的達成するまではね未開封なんですけれども、でだから結局そのサントリーの、ファクトリー工場に行っても原酒がね、そこでお金払ったの飲めるんですよ。飲めるんですけど、その白州とか響きのもう原酒がないということでね。あ、やっぱり今日点検してオイル交換、まあエレメンター次回ということでオイル交換だけ していただきました。あとチェーンのメンテナンスね、はい、サビはこんなもんまだ大丈夫ですよということでね言われましたけど、うん、やっぱりエンジン音が軽やかでね、あのギアの入りも軽やかで、まあ、新車購入して、その納車よりね、やる、あの、走行、うん、だん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 ね、ギアの入りもね、はじめ、一速から、一速に入るとか、ニュートラルに入るとか、そういうの、なかなか、タイミングによって入れなかったんですよ。なかなかね。それが、まあ、今ね、はい。だいぶ、うん、その入れないよっていうのもほとんど薄れてきましたんで、まあね、メーカーさんに、メーカーさんじゃ、あの専門のバイクショップさんにお任せしとったら安心でしょ。ああ、いや、185エッソで入れようかな。S で入れた途端にコスモスタンドが出てくるんやろな、これうまい具合に。でもセルフだからな、レギュラー148円。何のここにも会員登録してるわけじゃないからね、私はコスモ派のいつもセルフで入れてるんで、S は高い印象があるんでね、どうしようかな。まだ大丈夫なんだけどね。トリップメーターが前回給油ゼロから絞ゼロからスタートして、前回の給油時の時に、ですね、トリップメーター A を、ゼロにしたつもりでおったのが、リセットしたつもりでおったのがそのまま、ゼロになっておらず、そのまま、はい、今現段階 945.4kg ですね。でエンプティのとこはまだ点灯中、一つだけ点灯中よって 50kg 以上は走りますね、まだ。うん、京都の嵐山まで行くとあれなんで、まあまあ入れよ。よかったらゆっくりして。